もカサニマロリケータンと弁当です。ということで今日は一人動画なんですけれども、ちょっとノーカットノー編集でね、ノーカットノー編集ってか一応 BGM はついてるのと、ここにテロップはついてるんですけどもね、後から編集ってのはやらないようにねしたいと思います。経典2次どんな比率で勉強すべきかということで、この動画ね結構短めというか、吹きのトークがトイレ行ってる間に撮ってるような動画なんで、すごく短めなんですけれども、はい、結論から言うと、経典得点率っていうのね、経典の配分ですね、配分をこう見てほしいです。パスナビっていうサイトで出てるんですけど、パスナビ、例えば経典が 70% で、二次がね、二次ちょっとひらがなでごめんね、二次が 30% みたいな、こういう配分があると思うんですよ。でそうした時に、今夏休みの話をします。夏休みの話で言うと、この二次試験に結構力を入れてほしいんです。でそれはなんでかっていうと、夏休み終わります。でそしたら結構みんなが本腰を入れて共通テスト対策をやるんですね。でそしたら何が起きるかっていうと、本当に二次試験をやらないってことになるんですよ。やっぱみんな共通テスト対策をするから自分もやんなきゃいけないってなって、結局協定が7割、二次が 30% なのに協定 100% でやっちゃうんです、夏休みが終わったら。なので最低限この二次の比率がこの 30% ですよね。この 30% に 0.8 を掛け算した勉強時間はねやってほしいと。まあ 0.8 ないし 0.7 を掛け算した勉強時間はやってほしい。どういうことかというと、だから 30% だったら、0.7 を掛け算するんで21% ですね。21% 勉強時間のトータルの 21% 分は二次試験に当ててくださいよと。ね。で、まあ、余力があったら、まあ、本当にこう 100% あるうちの 30% 二次に当ててほしいなと。で、だからまあ、簡単に言うと、強定と二次のこの比率がありますよね。この二次の比率の分だけ勉強しておけば、特に問題はないかなというふうに思います。まあ、もちろんこれは皆さんの、苦手度合いというか、強定がどんだけ得意で、二次がどんだけ得意かにもよりますし、なんやろな、こう、もっとその二次が、重要になってくる、大学とかありますよね。難関大っていうふうに言われる、いわゆる呼ばれるような大学だと、もっと配分がでかくなってくると思います。で、ただ大前提として知っておいてほしいことは、例えばじゃあ協定 70% で、ボーダーですね。協定のボーダーが、パスナビで言うと、協定得点率っていうやつになります。これさっきちょっとくちばしって間違って言っちゃったんですけど、協定得点率っていうのが協定ボーダー。で、ボーダーって何かというと、合格率が 50% で統計的にね、算出される点です。なので、まあ、この協定ボーダーのと同じ点数だったら、まあ、合格率が 50% ですよ。C 判定ですよっていう話です。で、まあ、ちょっと話逸れたんですけど、協定ボーダーが、じゃあ、例えばね、70% だとします。協定ボーダー 70%。70% 取ってたら、合格率が、まあ、50% ですよ、という時に、結構やりがちなのが、全科目で 70% を取ろうとしちゃうんですね。で、そうではなくて、じゃあ、例えば、今、ここケーススタディで、A 国が二次で問われるとしましょうね。A 国が二次で問われるとしよう。だからイギリスみたいな感じになってるけど、ややこしいな。英語と国語が二次で問われるとしましょうね。で、そしたら、英語と国語って、結局、共通テストでも、二次試験でも使う科目なんですよ。もう一回言いますよ。英語と国語ってのは、共通テストでも、二次試験でも使われる科目なんです。だから、知識の使い回しっていうのができるわけね。特に英語とかだと。まあ、理系科目やったらもっとそうなんですけど、なので英語国語で共通テストを 75% から 80% ちゃんと取って、他の科目は 65% から 69% でとどめる。要は全科目は 70% じゃなくて、二次試験と出題が被ってる科目は多めに取って、協定でしか使わない科目はあんまり取らないっていうね、点数の取り方をしたらいいと思ってます。いいですね。特にだからこれ、理数、理科と数学が二次試験で問われますよって人なんかは特にそうね、協定の知識と二次の知識が結構オーバーラップするので、だったら、数理で、8割9割取っておいて、例えば地理とか古文漢文とかね、重要じゃないですよね、皆さんにとって。この 理数が二次に問われる人にとっては、そうしたら古文漢文とかはまあ半分取れてたらいいよねとね。で地理とかも、まあ、ノーベンでもまあ俺は6割取れるぞと、じゃあもうあとは勉強しなくていいと、そういうふうに勉強時間の、ね、配分をしていただければいいかなというふうに思ってます。はい、ということで、共通テスト対二次試験というねお話でございました。今日の動画短いので、ぜひともコメント欄書いていただいて、1,2 分ほどねコメント欄書いて、まあ、掲示板として受験生とやり取りをする時間をね作っていただければと思います。それじゃあ終わりましょう。バイバーイ。